わっさっ、いや、なるです。はい。ということで、今日も12企画やっていくんですが、今日はね、後付けです、声。はい。まあ、後付けです。初めて、いや、久々かな？うん。あと、ちょっと言いたいんですけど、皆さん、この左上の名前見てください。変えました、やっと。はい。建設御曹司からね、やっぴまる YT、戻りました。ありがとうございます。まあ、そんなね、どうでもいいっていう方もいると思うんですけども、これがね、僕、今日から名前なのでね、偽物とかいたらね、注意してください。ということでね、まあ、メインの話なんですけど、今日はですね、ブロスターレースをやったので、それをね、後付けでやっていきました。めちゃくちゃ面白かったんでね、ぜひとも最後まで見ていってほしいです。そしてですね、このショップの一番右側、こちら、クリエイターコールですね、ヤッピーマルと入力して確定でお願いいたします。まあ、これを使って、まあ、こういうね、スキンとかをね、ぜひ買っていただけると、僕にね、いいことがあるので、皆さんぜひともよろしくお願いします。それでは、ブロスターレースやっていきましょう。レッツゴー！さあ始まりました、ブロスターレース。実況は私ヤピマル、解説もヤピマルとやっていきたいと思います。まずはコース確認でございます。このブッシュがですね、スタートラインとなっております。下のとこから、まずお邪魔虫として僕が行きます。さあこれがね、B のガジェットを押しながら、バネで、こんな感じで飛んでいきます。これがもうお邪魔虫ですね。さあ今赤の B のねファン君さんが動いているところがですね、今のルートとなっております。さあここで B のおしっこおもらしお邪魔虫を避けて、そのバネに乗って飛んで、湖を越えて下行ってブッシュを渡り骸骨を壊して次上のねこのライン行きます。で真ん中このサボテンの左側ですね。はい。さあこんな感じでくるくる回っていきます。でそして次のブッシュここですね。ここからダイナマイクに切り替えて、ダイナマイクはサボテンを飛んで、サボテンを飛んで柵を飛んで、木箱を飛んでゴールとなります。さあやっていきましょう、ブロスターレース。実況はヤピマル、解説もヤピマルでお送りしたいと思います。まあ、先ほどねコース確認も言ったんですけども、ブロスターいろんなキャラを使ってやってきております。さあここでヤピマル選手がこれはですね邪魔扱い、邪魔者扱いですね。はい、こんな感じでお漏らししてます。さあ始まりました、山田 YouTube 2世、ライライライ、そしてファン君さんですね。さあ、モーティス2体と、おお、これはビビで弾いていく。しかしモーティスが速すぎる。1試合目とかね、第1走者ですね、ウルトとね通常攻撃のみ許されております。さあヤピマルのお漏らしによって遅延されるが、ここはバネに乗って、バネに乗って山田 YouTube 2世、ライライライ、そしてファン君という順番で、続いています。さあここブッシュの中、これはね通常攻撃を使わなきゃいけない。さあ骸骨を切って、ここはいい勝負なんじゃないかな。さあ山田 YouTube の次はマヒロンさん。さあカリカリベーコンも続く。さあマヒロン氏のこのガジェットで、カリカリベーコンはカリカリベーコンも通常攻撃ガジェット使う。さあしかしキビナンゴのこのカールが強い、カールが強いぞ。さあこれ破壊していくが、これはいい感じですね。敵を倒さないで、いい感じにキビナンゴ横からすり抜けていく。さあマヒロン氏いい感じにカリカリベーコンを陥れているが、カリカリベーコンも使っているが、これはキビ団子に当たっていない。爆走するキビ団子に通常攻撃当たっておらず、マヒロン氏だけが、最下位に陥っています。さあキビ団子1位、カリカリベーコン2位という、すごいいい感じ、内側をスタートしていく。さあアルテミスヤババといきます。これはめちゃくちゃいい勝負だ。おーっとヤババこれはミスった、ここは致命的なミスだ。さあアルテミス爆走、安定してます、安定します。さあラスト超えるか、おーっと失敗した、これワンチャンあるぞ、ワンチャンあるぞ、おー、なかった。1位、アルティミス。さあ、ヤババ超えて、ここで超える2位、ヤババ。3位が賞賛となります。第1走者、お疲れ様です。第1走者、お疲れ様じゃない。第1レース、お疲れ様でした。終了でございます。さあ、やっていきましょう。第2レース、先ほどは1位がアルテミス、2位がヤババ、3位がショウザンという感じで終わりました。さあ、ヤピマルさんは先ほどからね、こうやっておもらしをしてね、邪魔扱いをしています。さあ、ショウザンのピンツスタート。さあ、始まりました。第1走者は山田 YouTube、ライライライファン君さん。さあ、しかし今ガジェットを使いましたね。第1走者はですね、ガジェット禁止なので、これ山田 YouTube さんは、まあ、偽物なんですけども、これはね、違反行為ということで、反則アウトでございます。さあ、それを知らず、どんどんガジェットを使っていきます。さあファン君さんがこれはバネをね乗っていきます。1位がファン君さん、2位がこれ山田 YouTube なんですけども、一応反則なのでこれ最下位ですね。さあじゃあ1位だけ見ていきましょうか。さあ骸骨を使ってやっていきます。さあ山田 YouTube 反則をしてると知らずにご機嫌なピンズ。
さあ、きびだんごのこのガジェット強い。これは早いですね、なかなか。さあ、続いて、マヒロン氏、いきます。この第2走者がガジェットと通常攻撃のみとなっております。めちゃくちゃ早い。これはきびだんご。さあ、マヒロン氏、オウガー。これは最下位となっております。ジャッキーのガジェットがめちゃくちゃ強いですね、これ。はい。やっぱ第2はね、カールとジャッキーが優秀かなって思います。さあ、このままスタートして、ぶっちぎりだ。さあ、変わる、誰だこれ、アルテミスだ、また。アルテミスがこれは1位だ。さあ、ヤババと、これはですね、さあ、アルテミス、いい感じで爆走してる。さあ、翔さん続くが、翔さんは最下位なので、これはもう、確実に1位がアルテミスで、2位がヤババ、3位が翔さんチームとなっております。まあ、違反あったんですけどね。おお、ここはなんかスーパープレイ出してきたぞ、ヤババ。さあ、みんなこれはゴールできるか？さあ、ここでゴールです。まあ、違反あったんですけどね、次から守っていきましょう。お願いします。さあ、行きましょう。第3レース。これに勝ったチームが勝利という複雑なルールの中やっていきたいと思います。さあ、ヤピマルの B はね、またおもらしをしにバネに乗っていきます。これ結構恥ずかしいですよね。はい。翔さんのピンズが、合図スタート始めました。山田 YouTube、そしてファン君、ライライライ。ビビが2体ですね。さあ、ファン君さん、これ遅延かけているんですけども、ガジェットがめちゃくちゃ速い。おっと、山田 YouTube 2世、さっきは反則したと言っているのにかかわらず、この爆走、うまい後ろに弾き返す。これはなかなかうまいぞ。さあ、ライライラはスピードを落としたくないので、通常攻撃は打たないという戦法ですね。さあ、バネを乗って、山田 YouTube ギリギリ越えていく。さあ、下がやっぱ最短ルートですね。やっぱ内側を走るっていうのはね、もう基本なのでね。さあ、山田 YouTube ご機嫌な、これはピンズです。やはり、これはね、いい感じに。さあ、次に来るのが、マイヒロン氏。マイヒロン氏のこのガジェット、爆走しています。さあ次にカリカリベーコン。おっと、カリカリベーコン、これエリザベスか。これはおそらくガジェットで遅延させるつもりだが、マヒロン氏が早すぎて遅延することができない。1位でね、行く予定だったのかわからないですけどね。はい。さあ、マヒロン氏、あと1回ぐらいガジェットがあるのではないかというこの爆走。おっと、悲しみの顔。さあ、早い、やっぱカールが早いです。さあ、ぶっちぎりの1位でマヒロン氏から翔さんへ。ホテルマン、デシャバルホテルマン。さあ、ピンズでこれは爆走1位。さあ、カリカリベーコン右で止まってるぞ。おっと、これは待って、これはガジェット使ったが距離は縮まず、このカリカリベーコンのガジェットにはさて意味があったのか。さあ、翔さんぶっちぎり、ヤババと、これアルティミス行く、アルティミス行く。さあ、ヤババが、ヤババがミスった。これは抜かされていく。ヤババが致命的なミスをした。さあ、アルティミスが2位で、ヤババがこれは3位ギリギリ。おっと、ヤババがこれはやってしまいました。最後1位は、翔さんチーム、2位はアルテミス、3位はヤババです。おめでとうございます。いや、最後のね、試合もなかなか面白かったですね。さあ、皆さん GG です。ありがとうございました。優勝翔さん、おめでとう。はい。ということで、ブロスタレスお疲れ様でした。どうでしたか皆さん、楽しかったですか？こういうマップ、ぜひとも作ってください。結構ね、これシリーズ化できると思ったので、ブロスタレスお待ちしております。まあ、コメント欄でも何でもね、ツイッターとかでも、僕に DM を送ってくれたりとかね、メンションしてね、ツイートとか、あと、ハッシュタグ、ヤピマップでね、ツイートしたりすると僕すぐ駆けつくので、駆けつくって合ってるかな？うん、駆けつくので、ぜひともね、いい案があったらよろしくお願いします。ということで、今日はこんな感じで終わっていきたいと思います。先ほども言いました、ショップ開いて一番右側のこちらやってみるとね、打って確定でよろしくお願いいたします。そしてですね、チャンネル登録、高評価、そしてコメントいっぱい。もうコメントがね、すごい大事。コメントと高評価すごい大事だから、ぜひともよろしくお願いします。ということで、行きましょう。皆さん、それでは、バイ。